特別二等車。特別二等車とは、1950年代の一時期、日本国有鉄道、国鉄が、当時の二等客車の区分内において、特別設備の車両を指して故障した用語である。1950年、昭和25年、日本で初めて自在腰掛け、リクライニングシートを備えた客車が二等車扱いで製造されたが、これが、 従来の二等車と設備の格差がありすぎたため、従来の二等車と区別する意味で付けられた名称である。この特別二等車には、特別の料金体系が制定され、特別二等車料金、1958年、昭和33年までこの料金制度が継続された。一部の国鉄関係者の間では、特別という部分と二等車の略称である、を組み合わせた、特特に、 特にとも故障した。それに対して、在来のボックス型や、転換式座席の二等車は、波路、波に、波にと称された。特路車は、在来二等車に比して、格段に居住性を改善したため好評を得、やがて、リクライニングシートは、急行列車以上の二等車の標準設備となった。1950年、昭和25年、国鉄は、 連合軍総司令部民間運輸局の指令により、リクライニングシートを装備した優等車用スロー60系を製作した。アメリカでいう、高知車に相当するものである。日本の鉄道における在来客車の車内設備は居住性に難があると判断した CTS 側の意向で特に製作されたもので、緊急製作の都合上、木造客車の高代化改造に伴う資材を 流用して製造された。国鉄側は在来車に非設備水準が高すぎるという理由により一等車扱いを希望したが CTS は二等車扱いとするように強く命令した。このため在来二等車と区別する目的で一般の二等乗車券以外に追加料金を徴収する特別二等車としたものである。 したがって、当初計画されていた一等車相当の形式名、水60系を二等車扱いの、スロ60系に変更した。この特別二等車は、特別急行列車内市は、急行列車に連結され、特別急行列車の二等車は、特別二等車のみ、急行列車は1958年まで、特別二等車の車両数が不足していたため、座席指定席となる。 特別二等車と自由席である従来型の二等車、並路が共に連結されるのが原則であった。なお、特別二等車料金制度化における乗車時には、特別急行列車の場合は二等乗車券、二等特急券、三等の倍額のみで利用できたが、急行列車の場合は二等乗車券、二等急行券に、加えて、特別二車料金を必要とした。 特別二等車の増備によって、1958年、昭和33年10月1日以降、急行以上の二等車は、すべて特別二等車を連結することになった。その中で、指定席、自由席が設けられ、急行列車の二等車に座席指定制度が適用されることとなり、旅客輸送規則上、特別二等車料金が消滅し、これ以降は、 特別二等車の故障は営業上は使用されななった。旧並みにの従来型の二等車、同様、1960年、昭和35年7月1日の二等級生以降で、一等車、となった。その後、旧並みにの一等車は、順次二等車に格下げされていったが、旧と二の一等車は、格下げされず、一部を除く、1969年、 昭和44年5月10日のモノクラス製以降により特別車両、クリーン車となった。特別二等車の第1号、スロー69は1950年、昭和25年3月に落成した。同年4月1日から特別二等車を特急、ツバメに連結し、運用を開始するよう CTS は要求していたが、車両の落成が遅れたため4月1日までには、 必要な量数が揃わず、同月11日の燕上下列車から特別に当社の運用が開始された。また、特急、鳩の運行が1950年5月から開始されたが、運行開始までに必要な数の特別に当社が揃わなかったことから、鳩には同年6月まで従来の設備を持ったに当社が連結され、車両の落成を待って6月から特別に当社に、 振り返られたこの時点では、特別二等車イコール特別急行列車のみに連結される豪華な二等車という扱いであり、従来の二等車との設備の格差は問題にならなかったが、急行列車への特別二等車の連結が開始されると、木の二等車との格差を埋めるため特別二等車の利用に当たっては追加料金を徴収することになった。ただし、 特別二等社はあくまで二等車の一部であるという立場から当初従来の二等席を自由席特別二等席を指定席とした上で追加料金は座席指定料という形で徴収された当時は座席指定料の上限を100円とする規則が存在したため大きく向上したサービス水準に比べ追加料金は少額にとどまり特別二等社は 大好評をもって迎えられることになった。特別に当社に乗車するためには、特別に当社券が必要で、この切符は座席指定券を兼ねてはいたが、距離により金額が定められていた。そして、同様に乗車日の7日前から発売された。1954年当時の料金は以下の通り、なお当時は、一二当社には通行税が付加されていたので、 この料金には通行税2割を含んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。